はい、どうもブリスベンの石井です。以前の動画でもお話しさせていただいたんですが、私は現在オーストラリアのとある酒屋さんで販売員の仕事をしておりまして、酒屋の私がいつも必ず日本に持って帰る美味しい超おすすめのお酒がありますので、それをねご紹介させてください。タスマニア産プレミアムスパークリングワイン、ジャンツです。こちらはジャンツの中でも一番ベーシックなノンヴィンテージのもので、他にはのヴィンテージのものとか、あとはロゼのものもね販売されています。実はこのジャンツ、日本の通販サイトでは4000円から4500円ぐらいで販売されているんですが、オーストラリア国内では25ドルから35ドルぐらいの間で販売されています。今円高でオーストラリアドルがかなり安くなっているので、日本円で換算して考えたらかなりお買い得になりますよね。さあ早速ですね、こちら開けてみたいと思います。開きました。おいい泡ですねこれ。じゃあ早速飲んでみたいと思います。おー、すごいね、この細かい泡がねやっぱりねジュワーっときますね。うん、もう本当にね繊細な泡が、この口のこの先の方でまずシュクシュシュシュワーってくる感じがしますね。喉越しもいいですし、あとはねこの香りがまずいいんですよね。飲んだ時にこう口の中でいろんな香りがするんですよね。例えば蜂蜜の匂いとか、花みたいな匂いとか、あとはそのね炭酸がこう弾けながらね、酸味もこうふわーっと広がって、で下にこうズーンとくるような感じ。うん、やっぱり相変わらず美味しいですね。もう一杯。とっとっとっと、おお、いやいいですねこの泡ね。うん、やっぱ泡がすごくいいですねこれね。本当になんかお口の中がこうバブでシュワーってなってるような感じ。バブってお風呂のキューブね。バーブって感じですね。うん、いやね、うちのお客様でね、このジャンツをお求めになったお客様がいらっしゃるんですが、シャンパンの半額の、もう半額以下の値段なのに、もうシャンパンのクオリティだね、なんてね、おっしゃってる方もいらっしゃいました。まあね、それね、私もわかりますよ、本当に。もう本当にそうだなと思います。うん。やっぱり美味しい。オーストラリアのプレミアムスパークリングワインといえば、フランスのモエ・エ・シャンドンが手掛けているシャンドンが日本でも有名ですよね。このジャンツはシャンドンほどの知名度はないんですが、オーストラリア国内ではですね、高級なレストランのワインリストに入っていることもよくあるんです。うちのお店でもですね、シャンパンを買うほどの予算はないんだけれども、シャンドンよりはちょっと上のクラスのスパークリングワインをお求めのお客様には、もう私は絶対このジャンツをおすすめしていますね。いつも私の動画にグッドボタン、それからコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。大変励みになっています。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。10月25、26、27日ブリスベンでですね、グッドフード&ワインショーというイベントが開催されるんですが、そのイベントに行ってですね、今度動画を撮ってくる予定ですので、ぜひお楽しみにしてください。